皆さんこんにちは。横浜発ようこそ日本へ、あなたのガイド役お母さんです。今日は横浜を離れて早春の鎌倉をご紹介します。ここは鎌倉五山の一つ浄明寺です。正式名称は十日山浄明光禅寺。これで十日山と読むんですね。私は稲荷山かと思いました。私も読めなかったという方はグッドボタンを押してくださいね。それでは場所を見ていきましょう。鎌倉駅東口のバスターミナル4番乗り場から10分ほどのところにあります。観光シーズンには遅延するかもしれません。下調べをしてからお出かけください。バスナンバーは京急バス23-24または36です。鎌倉五山というのは鎌倉にある5つの禅宗のお寺のことです。第1位は境内が国の史跡に指定されている1253年創建の建長寺。第2位は元寇との戦いによる戦没者追悼のために1280年に創建された円覚寺。第3位は1200年に北条政子が前年に亡くなった夫源の頼朝の供養のために建てた寿福寺。第4位は1281年創建の浄智寺。そして第5位が1188年創建のここ浄明寺です。創建当時は極楽寺という真言宗の密教寺院であったものを後に禅宗の寺院に変えて名前も浄明寺に改名したとのことです。かつては広大な土地を所有し23階の塔頭を有していたそうです。現在はだいぶ規模が小さくなりましたが大変に趣のあるお寺です。こちらは1500年代にあった建物を1991年に復元したもので抹茶と和菓子が楽しめます。それでは浄明寺の早春の様子をご覧いただきましょう。
浄明寺の横の坂道を登ると、大化の改新で名を馳せた藤原の鎌足公ゆかりの神社があります。鎌倉の名前は鎌足公の名前から付けられたのだそうです。小さな神社ですが、手入れも行き届いていて、とてもすがすがしい場所でした。今日は鎌倉五山の一つ、早春の浄明寺をご紹介いたしました。3月下旬から4月にかけては、門前の美しい桜が皆さんをお迎えします。どうぞお出かけください。あなたにとって今日も一日良い日でありますように。